ドラゴンクエスト9星空の守り人、実況者は TAR レダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ここの存在を忘れていたね。そうか、確かにそうだね。天使の像って言ったら教会に設置されそうな感じがあるよね。動画撮り終えた後、この人に今度話したんですよね。そしたらフラグ、石碑はもともとは点々点と。そういうことだったんですね。さて、これで話が進みそうだ。動画止めてから10秒後に発見するっていうね。おっと。あんまり RPG 実況で村人の話って重要視してないんですけど、自分。今回は救われたなぁ。過去いろんなタイトルのね、RPG を実況してきたわけなんですけどね、結構言われるんだよね。もっと村人の話を聞こうって。よく言われてきたんですよね。まさにその通りでしたね、本当に。ダーコビット。応援トラジャー、攻撃、呪文、イオラ、防御。攻撃でもよかったな。どれくらいいくかな。お、そこに1体落としてくれるのは助かるな。誘う踊り、出た。おらー、踊っちゃった。不思議な踊り。基本的に踊るやつらなんだな。おう、会心。結構素早いんだな。まあ攻撃力はさほどじゃないんですね。基本的には補助系なんですね。なるほど。ここら辺の雑魚敵700もくれんのか。経験値。ちょっとびっくりだね。お金も476って結構うまいよね。やあや。そうか。天使が近くにいると光を放つってあの人が言ってた。このラテーナは元ナザムの村ので天使を連れてきたのがこの人だったんだ。ラテーナだったんだ。それで災いが起きたのかな。そういうことなのかな。もしかしてイザナール、イザヤール、違う、イザヤールじゃない。これから会いに行こうとする人なのかな。いや違うか、ただの天使か。そうか、まさに同じような状況だったんですね。こんな感じで川に流されてて、おお、トランクスだ。いや、人造人間18号だな。18号だな、これは。エルギオスという守護天使様に守られてると。なんか訳ありだったのかな。だいたい姿が見えてるのがおかしいよね。おおおお。なんじゃお前さん方は。そうはいかぬ。たとえこんなちっぽけでゴミだめのような村でもな。ものとは限らぬ。あの娘はなかなか器量が良さそうではないか。なかなか下水な。まさか、来るのだ。うわあ。うぎゃー。ガラン帝国に逆らうなど、それがどれだけ愚かなことか後で思い知らせてやる。逆だ。こんな悲劇が、こんな惨劇が。あんたさ、村の人だったんなら魔獣の洞窟だっけ？そこの入り方とか知らない？さすが黒ギャル。魔獣の洞窟の入り方。お。そうか、開けてくれるパターンなんだ。ルーラーで行った方が早いかな。ナザムから。はい、全然違うところを探索してみたらいました。自分が行こうとしてたのは竜の門でしたね。でも竜の門じゃなくて、ナザムの村からもっと、北西ですね。北西の方に進んでいくと、ここに来れます。はい。で、ここだったようです。ここを開ける呪文を知っているから。我はナザムに生まれし者、ドミールを目指す者に代わりて光の道を求める。おお。どうもありがとう。エルギオスを見つけなければ。エルギオスっていう名の天使なんですね。覚えておこう。なかなか正義感あふれる天使だったからね。さあ、魔獣の洞窟。すっげえ穴開いてるけど。落ちちゃったよ。落ちれんだ、これ。とりあえず探索進めていくぞ。グリフォン。おお、なんか、敵も若干、レベルアップしてるような。ランクアップしてるような。お、踊る宝石か。ちょっと戦ってみようか。どれくらいゴールドもらえるのかな。メラミ。だいたい100くらいか。強い思った以上に攻撃力があるな。672か。そんなに一生懸命倒すような相手じゃないですね。するとね。よーし。じゃあ進めていきましょうか。デビルアーマーか。祈りの指輪。こいつはわかんないな。だいたい名前言ってるけど、だいたい間違ってるけどね。ポイズンマミーかな。予想。3000ゴールド。どっちに進めばいいかわかんない。ただ上に戻れるんじゃなくて、これ下に行くのが多分正しいルートだから。これ通れるか。あ、通る。うわ、やばい、触れちゃった。スネークロードは驚きと戻っている。ヘビだね、完全に。本当にスネークだ。だいたい100くらいじゃ死なないんですね。100じゃ死なないか。結構強いな。あまり雑魚戦に時間は取られたくないのだよ。こっち行ってと。これもかかった。鍵が、開くのか。あ、これエンカウントする。あ、これもか。スネークロード。攻撃、呪文、メラミ攻撃。110くらいでだいたい死ぬらしいね。了解。まあでもなるべくエンカウントしないようにいこうね。メリットがないからね、戦っても。しまった、画面見てなかった。お、ナイス。逃げる。逃げる。逃げる強し。急に降ってくるからな。それに注意だね。いいないいないいな。小さなメダルいいね。さすがに3枚はなかったか。いやー、そこは買わせないって。いっぱい出てきた。応援トラジャー、攻撃呪文、イオラ攻撃。イオラで110くらいいかないかな。マギマやばい。強いよ。うわ、強っ。素早いし。おー、なるほど。応援イオラでもワンパンか。ただ素早さが負けるんだな。あんな感じでバギマ連発されたら勝てないわ。耐えられないよ。さあ、ようやく2フロア目まで。うわっ、また画面見てなかった、しまった。スネークロード。メラミン。メラミン。よし。これは大丈夫かな。オッケーオッケー。狭い道にこんなでかい敵配置はずるいぜ。ずるいぜ。にしてもなんか綺麗な作りだな。整えられた作りですな。ライトガンレッド。ライトガンレッドか。お？マジで？ここか。いやー、今俺は見たよ。あやつを見た。マジか。うわ、テンション上がるわ。来たー。ここでついにレベル上げができるわけですね。動く石像。こっちが正解ルートだ。やったー。ついに来たー。うおー、でかっ。ギガントヒルズ、動く石像。もう丘になっちゃったよ。普通に強そうだな。これ、応援と、ベホイミと、イオラと攻撃でとりあえずギガントヒルズを倒そうか。逆なっちゃったけど、こいつ一応雑魚だよね。雑魚戦だよね。中ボスみたいになってるけど。強っ。2回攻撃、あ、違うか。視点が切り替わっただけか。うお、素晴らしい。いや、やっぱ強いな。応援をさらにトラジャに入れて、ベホイミで、回復して、イオラで、ギガントヒルズ。よし！ 20 溜まった状態でのイオラですね。これはでかい。よし！はぐれメタル1匹は倒したいね、動画内でね。出てくるかな。トラマナと。いや、そこにギガントヒルズはえぐいって。えぐいって。単体か。攻撃、ベホイミ、呪文、ルカに、攻撃。お、いいね。ルカニが入れば、とても有効。よし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 。相当効くだろ、このキラーピアスが。よし。これは勝ったも同然。ヒットポイントが200近くあるんですね、こいつね。さあ、ハグリン、ハグリン出ておいで。ハグリン。魔除けの聖印。ここら辺、装備品なのかな？ガントレット、ライトガントレットっていうのがあるはず。これか、銀のリスト、ライトガントレット。装備できない。できない、できない。あー、つけれるな、つけようか。おい背後から急に、リビングスタチュー。攻撃、ベホイミ、ルカに攻撃。ハグリン出てこないかな。いいね。はぐれメタルとなんとか一戦交えたいね。おいで。出ておいで。出ておいで。うわ、でかいでかいでかい。危ねえ。さっきはここに出てきたな。近いと出てこないんだよね、これね。そうだよね。キャラクターが近くにいると出てこれないんだよね。そうだよね。どこだ？どこにあと出てくる？これマップ切り替えないと、あれなのかな？敵って。あとここにも出てきたよね、今ね。動く石像だね。ああ、一匹とは戦いたい。逃げられてもいいから。こうなった時に、モンスターが場所を動けば出るんだよね。を降ってきてくれるんだよね。ハーグリーン。ハーグリーン。逆に、あ、ある程度動くと消えるのか。そういうことなのか。リポップのその仕組みは分かってないんだよね、未だに。危ね危ね。あいつはストレートに動くんだな。ハグリーン、出ておいで。石碑っぽいカラーが出てくると反応しちゃうよね、思わずね。ここには1体出てき、おお、出てくる。もう1体来る？来ないか？来ないかな。2体、うん、出てこないね。そう簡単には出てこないのかな。出ておいで。ここに。来た！勝負だ！はぐれメタルが現れた。いやー、テンション上がるわ。どうしよっか。メタル斬り。一線突き。攻撃。アサシンアタック。ですよねー。ですよねー。そっか。じゃあ、まあ、とりあえずここで実況を終えようかな。終えますかね。キリがないんで、じゃあここで終わりましょう。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。